ハム食べてる。かわいいきな粉。見逃し配信、そうだよね、今日からなんだっけ。こんばんは。ハムを星形に切ってハムスターって言いながら笑ってた高校時代、平和だな。平和すぎるのそれ。え、うん、髪ボサボサなんだよね。なに、お疲れ様ってこと？かまってってこと？どっちもってこと？やばくない？ひとみちゃん推しで行こうと思います。だって本当かな。ベレー帽かぶらないよ、もう落ちちゃうもんすぐ。全部に返事する。そうで、うちの子はねおしゃべりですから。かわいい、ベリベリキュート。今から夜勤だって。頑張ってね、偉いのよ。ちょっと待ちな。暴れるんだもん、きなこ。きなこはもうご飯あげました。さっきあげたのにもう食べきってる。はいや、来たぞ。これなんか破壊されてんだよね。このキラキラがなんかもうないに等しい。ねえ、ハッピーハッピーってやって。ハッピー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 、かわいい。
上手だったね。疲れちゃったよ、きなこ。これ開けるよ。すごいでしょ、元気、元気もりもり。目についてるよ。かわいい。今日はありがとうございました。ちょっときな粉をバックにグーって言ってる。言ってー。あー、ひなふくが引きずられてしもた。お話し会追加で、ありがとう。もうここで遊んで。はにゃたんはってどういうことですか。助かりますね。今日は周年の感想とか、感想が多かった。ご飯、ハム食べた。私のソファーがカリカリだ。私のツイッター触らないで。
だいける。まだいける。怖っ。犯人がこの子です。おお。怖い。持ってきな。遊びたいなら持ってきな。絶妙に赤ちゃん。テレビはずっとつけてるよ。癒し、皆様に癒しをお届けするでござるよ。ああもうダメだこりゃ。破壊しすぎ。決勝始まる。あら、前世絶対人間だと思う。ちょっと待って、取れた。なにこれ、ゴミついてたよ顔に。言ってますから。広島初めてじゃないよ。ツアーであのね、2回行かせていただいたことあります。私も生まれ変わったら猫になりたい。前世猫、うん、猫がいい。猫がいい。猫になって誰かに飼われて毎日お肉を食べたい。飼ってくれる？結構手のかかるにゃんこだよ。あ、大物が釣れる。え、黒毛和牛与えてくれるの？いや、魚じゃなくてお肉で。動画撮りたい。えぐいえぐい。
逆ですね、顔が。うん、ちょっとうまく撮れなかった。鹿児島行ったことないです。ドライフード、食べないかも。カリ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 、猫ミームのきなこに襲われて目覚める時ある、お昼寝から。まだ飽きないの？ああ、私の服が。あいつ、あいやらおタンプル送った。ありがとう。怖いからこっちにしよう。かわいい猫みたい。動き早いですよ。もう飽きた？抱っこしていいもん。今日も可愛いねきなこ。うん、ふむふだねきなこ。きなこ揚げパンみたいだねきなこ。わ、静電気やばい。猫以外だったら何飼いたい？え、モモンガ、モモンガ。私モモンガ飼いたくって最初。でも大変って聞いて。流れ星？ハムスターは飼ってたことある。久々にショールーム来ました。何してたなの？モモンが可愛くないやって、あーって飛んできてくるんだよ。こうやってやったら、あーって。あいつ、にぎありがとう。まあ、タヌキ可愛いね。タヌキ、アライグマなら見たことない。タヌキは、うん。ショールーム見たくて起きてるの。全然寝ていいよ。カブトムシは飼ったことないです。カマキリじゃない、バッタはある。バッタとカタツムリはあるけど、まあカバウソかわいいよね。でも大変だよ。フェレットとかは、自分で捕まえるタヌキ。金魚も飼ってたことあるな。飽きた？もういい、遊ばなくて。疲れちゃった私が。もういい？やばい、私の服が。きなこ揚げパン、うん、きなこ揚げパン。ど
どこ持ってったんだあの子、茎を誘拐した。ジロー飼ってた時に、あ、持ってきた、遊んでほしいなの、持ってきたよ、見てこのボロボロ、えい大丈夫もうやばい、本当にもうやばい水が入ってるとこに激突してたよ。今のちょっとダサかったかも。あ、怒んないでよ私に、悪くないもん、私のせいにしないで、ダサかったからって。本当に何、絶対前世人間でしょ。今のちょっとダサかった。あ、またダサい、またこけた、ミスったミスった。あ、やばい、私の服が犠牲になっている。めっちゃ元気でしょ、やばいんですよ。ほら茎を拾ってあげなよ。かわいい、まだバブだから、バブだね。いてー、マジで怪我する、きなこ注意報。もう花粉がすごすぎて喉がね、もうカラカラなんですよ。ねえ、私の服で遊ばないで、ここに置いてんのが悪いんだけどさ。今日の写真そういえば撮ったんだよね。ゾゾってないよ。マラソンしてますよ。目代わりもだ。そうだ、コンシーラー買わなきゃ。きなこ、きなこ、あ、ダメなんだよ、きなこ。言うことを聞かないと怒るぞ、きなこ。きなこ、あ、あ、コーラ飲んでない、ダイエット中ですね。きなこ、ねえ、映ってたかな今の。映ってないか。映ってた、すごいでしょ。きなこ、わ、静電気やば、うん、この顔である。よいしょ、きなこ、ババだに、まだまだババだに、ババきなこ、バブバブ、
いでしょ。なんか一回だけ怒ったことがあって言った気がするんですけど、なっちゃん、なっちゃんとね、見てほら怪我を負っている。なっちゃんとキラリが来た時に、なっちゃんお風呂上がりのなっちゃんのあの髪の毛のこう束ねてるのを見て、めっちゃちっちゃかった時ね、まだ 2ヶ月3ヶ月くらいかな、時に声にならないって言ってた。で、その一回だけ。私が知ってんのはその一回だけ。私がいないうちになんか怒ってるかもしれないけど、もう小部屋髪の毛束ねてる、タオルで束ねてるなっちゃん見て、で。見て言ってた。ターバン、そうターバンで。その時のシャアはまだちっちゃかったから可愛かったけれど、今はちゃんとシャーってなっちゃう。鈴木は本気で怒ったら喋らなくなるタイプです。キャットタワーあるよ。あんまり登ってくんないけど、シャー行かない、やばい。シャー、かわいい。もうただ口が開いてるだけ。もパンってシャー、かわいいですね。動物は癒されるよね。浮気だとか言ってても怒ってなかったんですね。でも私何回も同じことされたらもう何も言わなくなるのはそういうことですね。確かに今日めっちゃ配信した。やっぱひーちゃんしかってなってます。言ったでしょ。黙る鈴木怖い。おーん、ひーちゃん猫用のカメラ置いてあるよ、うち。そうそう、掃除した部屋を。
仕事で行けず、あらー振り替えとかできないのかな。あ、やばいやばいやばい、引っ張っちゃってる。本当に痛い、きなこの、きなこ、びっくりした。なすか？かわいい。きなこ。きなこ。うん。もういろんなところにおもちゃが散らばってたのやばいです。うちの子やばいです。もう部屋を汚してる原因半分きなこですから。これ倒さないで、消臭剤。半分私がちょっとね、ごめん、届いたものとかもペッペッペッって置いちゃうからね。大きくなったね。リンリリンリリリリン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 リリンリリリリンリンリンリリンリリンリンリリンリリリリンリンリンリリンリリン。このさ、オレンジのモケモケめっちゃ取れるんだけど。タンスで閉じれないんですよ。花粉ダメ。喉がやられてる。かゆいの喉が。かわいい。それと一緒でいいから来てよ。大阪好きだよ。でもね、地味にそんなに観光、道頓堀しか行ったことなくて、観光の海入る前に。あとあれだ、名前が出てこない。とJK に見える。え、一生三つ編みしてようかな。じゃあ
雪はどこにやったの？きなこ。きなこ。ここ入りなよきなこ。おまわりさんありがとうかま、ありがとう。ダンボールじゃないんだ、私なんだ。今日のそう私服すごい好評だった。なんかでもこれ小木ちゃんとお揃いらしいよ。17なのにまだ決めれてない。きなこー、きなこー、はじまりありがとうかま、ありがとう。割り箸をあげよう。好きでしょ割り箸。歯がかゆいんだろうね。リンジリンジリン、あげるよ。おじちゃんっぽい、確かに。明日早起きなのかな、わかんない。今日何時まで配信？うん、あとでも30分ぐらいしようかな。わあユニバ行きたい。でさ、おぎちゃんも絶叫乗れるからさ、高所はあれだけど。フライングダイナソー好きすぎでしょみんな。フライングダイナソー楽しいよね。え、私はなハリドリだっけの後ろ向きのやつ好きだよ。銀山行きたい。乗れないのはなっちゃんとミルテン。ユニバ行きたい。なんかさ、ファストパスみたいな、優先パスみたいなのあるじゃない、あれで行きたい。でもあれって時期によって値段違うんですよ。明日行くだと？平日は混んでないんですか？ミリニャさん？何してるのミリニャさん？スパイダーマンやったことないの。今からなの？あ、明日ってことね。びっくりした、今の話かと思って、今ライブしてるのかって思っちゃった。マリオ可愛いよね、マリオのとこ。飽きた？飽きた？きなこ？はいね。飽きた？おいで。まだ？痛い。うん。
ユニバ最後に行ったのはイコノイジョイチャンネルの企画、長スパ私行ったことなくてめっちゃ行ってみたい。長スパはどこにあるですか？あれしっかり遊べた。うん、花粉症？あれ？はい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 。名古屋からバス出てる。そうなんだ。きなこは首のここねが好きなんですよ。にょん。ダンボール入る？あ、入らない。何？静電気痛いね。よう、チクチク、バイ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 、ダンボール、きなこ、明日は公開収録ですよ。夢の国行ってない、全然。あ、クリスマスに行ったっけ、載せたやつ。長スパに行きたい。三重県？ダメだよ。絶叫楽しいよね。温泉とアウトレットもある、やばいじゃん。行くか。いつ公開収録？何する？私も知りたいです。おまわりさんありがとう、クマありがとう。くしゃみ出そう。マジでやばい花粉。お化け屋敷、でも絶叫の方が好きかな。ねえやめて、せっかくさバレないようにさ、ここ置いといたのにさ、見つけないでよ、みなこ。危ないでと、ハサミは。てかそもそもテーブルの上に乗らない。降りる？はい降りる。銀座温泉行きたい。きにゃこもふもふだね。きなこ絶叫乗ったらこんな顔になっちゃうよ。飛んでっちゃう、軽いから。もう覚えたがるよね、猫って。落ち着いて、きなこ。はい、おねんねの時間です、きなこさん。はい、おねんねの時間ですよ。はい、おねんねの時間です。止まんないで。どうやったら寝るかいろいろ試行錯誤してるんですよ。ここ
こしかないかしら、首のとこしか。落ち着いてほしい、もうちょっと。爪切りたいんだよね、私。好きな子も見てもいい爪。わー、長い長い。切ろう。明日ね、何するんだろう。スペシャルキス、このときめきは秘密で君に届かないように。だし今日からは恋人の距離で愛してね。香水お揃いにしよう。いいよ、ここのいいよはいつも結婚していいよのいいよをイメージして言ってる。結婚していいよ、お揃いにしよう。いいよこんな感じ。ね、皆さんの写真をね保存して回ってるんですよ、私。神子さんの落ち着いてー。え、わかんない、なんか検索鈴木ひとみ PIC ってやると写真が出てくるんですけど、それで割と調べたんだけど、全部出てきてるのかわかんないんですよね。おばんです。神子さんすごいです。やんばい、きなこ。まあまあ結婚していいよいつも選べなくて、おぎちゃんにもうどうしたらいいって言って、選べない、どれがいいかなって、どれが顔かわいいって、送りつけてる。なんかもう分からない。あとなんかツイッター X は結構画角で決めちゃうかも、こう見える画角で。昔はね顔認識機能があったんですよ、顔をちゃんと見えるようにポストした時に。
来月誕生日なのやばい。きなこ痛い。やんのか、おらおら。猫パンチ食らってる。ツイッターって言っちゃう。ね、私も癖で。自分へのタンプレ。ね。でもなんか日々ご褒美あげちゃってるからな。23歳だったよ。なぬ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 、きなこおいでー、きなこ、あお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 あわわわわわわお。あわわわわわわ。あわわわわわわ。何も言わない。頑張れ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 。すごい、あの積み木って木のなんかおもちゃすごい気に入ってくれてる。23歳きかなきかな、わからない。気は消えました。社会人になる年ですかね。すごい同級生とかもみんな社会人の年で、いいね、あのおもちゃ天才だわ。楽しめる要素が3つもある。頑張れ頑張れ。松田くんありがとう。かまいいな。そう、大学卒業の年なんだよ。私が大学に行ってたら袴を着て卒業式に出れたんだけど、来月4月だよ。もうなんかさ、今日ずっとさ、私部屋の掃除したくて、私そろそろ新学期じゃんってずっと言ってたんだよね、お話し会の時に。よくよく考えたら新学期じゃなくて新年度だよね。気持ちは JK だからさ、ごめんごめん。もっとありがとう。かまありがとう。ずっと新学期に合わせてさ、新学期じゃん、新学期新学期って新年度でした。出演式か。さよなら僕たちの幼稚園。
たくさんの毎日をここで過ごしてきたね。よし、今ね、明日のね、台本を見てる。ん？なんだって？はにゃ？おん？ん？おん？次。うん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 。うん？うん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 。うんうんうん。おお。うんうん。こんな感じでした。私の反応で察してはい、私の反応が全てです。頑張れ。パンチするようになったのね。きなこ、きなこ、きなこ。あ、いたくきよ。したしたありがとうかも。ありがとう。押しても全然遅くないよ。まだ間に合う。結婚予約してるファンの方の数どれくらいになりました？あ、この間25億人突破したんですよ。ありがとうございます。おかげさまで。ありがとう、ありがとう。じゃ、モテ期来ちゃってて、すみません。きなこ？
こ？違うよ、中だよ。さあどうする、きなこ。中にあるやろ。戸惑いを隠せないきなこ。あ、やった、私の勝ち。一番目になりますじゃないのよ、もう決まってんの順番は。もうきなこスコティッシュフォールドです。きなこ。22億3627万5619番だって。よく覚えてね。きなこひらがな。カズナに結婚していいよー。並んでねー、並びだ並びだ。まだ間に合う。そう、私来世は猫になる予定だから、来世はじゃあ来世、今世はジローだったから、来世じゃあきなこなので、その次からで、ごめんなさい。私来世猫になる予定だから、きなこ。ゴロゴロ結婚していいよー。あ、もう並んでるか。きなこ大きくなったね。きなこ、きなこよく入りした。疲れたもん。もうさすがに疲れたでしょ。疲れてそう。かわいい。もうそろそろトリミング行った方がいいんじゃない。ちょっともこもこすぎるだよ。結婚ファストパスないです、最後までめげずに並んだ方が一番になります。逆にね。そうだ、ラスラスのリップシーンが TikTok と YouTube のショートに上がってるので、ぜひ見てください。きなこ、うん、眠いね。もう近いかね。赤ちゃん何おいで。ほら、もう眠くなりました。きなこちゃん疲れました。途中で抜けたら、あ、並び直しです。眠いだね。ほら見てください、赤さんですね。これは赤ちゃん何。どういう体勢なの。
供の頃の写真載せたことあるんじゃないかな私。わかんない。きなこと結婚希望だって。どうするきなこ。嫌だって。すいませんね。やだってごめんなさい、すいません。無理だもんね、無理だもんね。かわいい。そろそろ終わりますね。ね、きなこが散らかしたおもちゃを片付け。きなこ、きなこ揚げパン。何してるの？かわいい。明日は公開収録です。来てくださる方よろしくお願いします。ランキング読みます。13位松田くんありがとぺこり。12位ワンワンありがとぺこり。11位もっとありがとぺこり。10位ゴロゴロありがとぺこり。9位ミヨンありがとぺこり。8位モクありがとぺこり。ね、噛まないで。私のズボンのタオルが狙われてる。7位ユイツありがとぺこり。6位シナシナありがとぺこり。5位アメありがとぺこり。4位ユウカありがとぺこり。3位カズナギありがとぺこり。2位おまわりさんありがとぺこり。1位アイズありがとぺこり。待って、私タワーさ書いてないよね。モグタワーのタワー、多分ニオンはいないから、モグのタワーのタワーだけ書いて終わる。記念あれだよね、記念日タワー。今日のお昼にタワーのタワー投げてくれた。やっちゅー。きなこ、数年のタワーとか、え、間違いねえ。来週でもいいですか。鈴木のペコリ、モグ、やばい、私のお酒が狙われている。痛い！凶暴すぎ！
このライオン、きなこライオンみたいだよ、こうだから。ありがとう、アイドルになってくれてありがとう、ずっと大好き。あー、こちらこそ見つけてくれてありがとうです、本当に。だってアイドルっていっぱいいるんだから、その中で選んでくれてありがとうって気持ち。え、待って待って、私もいるよ。おーん、いた、ありがとう。え、どこにハッピーバースデー、ここ私の抱負は何ですか？ひーちゃんのお姉ちゃんとしてしっかりお世話をすることです。お願いします。まずはお布団のカバーを選択してほしいです。布団カバーってさ、こう取ってさ、中の布団とカバーをさ結ぶあれをほどいてさ、洗ってさ、またそれつけた時また結ぶじゃん。なんでできない？え、あれガチで気合い出さないと本当無理やね、本当に。そうなの、あれ気合い出ない、今気合いがないの、無理。うん、できない、できない。ね、わかるよ、よかった、分かってくれる人がいっぱいいて。あ、じゃあ気合いできない、無理。アイドルしか気合い出ない、無理。おめでとう、素敵な一夜にしような、ありがとう。いい女になりたい。あれ、吉明のタワーって書いたっけ、雪丸っていない。おほほほほ、おほほ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 、おほほほほ、おほほほほほ、おほほほほ。ありがとう。音が聞こえる？あ、きなこがなんか遊んでます。ありがとう。これであとはあれだね、周年のタワー。落ち着いて、さっきまで寝ようとしてたじゃん。ねえ、なんで、なんでなの、わからない。あ、俺の分書くよ、今ちょうど。よかった、やっぱ書いてないよね。よしやき、じゃん。
ッピーバースデーヤシアキ、ハッピーバースデーヤシアキ、ハッピーバースデーリアヤシアキ、ハッピーバースデーヤシアキ、おめでとうバフバフ。確か3月2日だよね、メモってあるけど合ってますか。おめでとう。あ、ヤシアキの母何ですか。これ一択、ひーちゃんでの作れるレシピを伝授します。お願いします。切って煮込むだけならやれます。でもじゃがいもは無理です。お願いします。できれば痩せるやつでお願いします。あと桃の皮も剥けません。リンゴの皮も剥けません。キウイの皮も剥けません。ナスは食べれません。素敵な一年にしようなまあいいんです、私ってそんなもん。それが鈴木みたいなとこあるし。ハワイには、うわ行きたい。ハワイいつだっけ、予定開けとくね。ハワイね、オッケーオッケー。結構キャリーも大きいのあるし、結構なんか夏服とか結構あるから大丈夫だと思う。うん、楽しみにしてる。ありがとう。ツアーとかぶってる？あーまあでもなんとかなると思う、マリネに言えば。うんうん。あ無理？無理？今から言えばいけるんじゃない？無理かな？無理か。まあ確かに頼めばハワイが来てくれるかもしれない。逆にね、海伝ってね。意味わからん。終わりまーす、終わりまーす。あでランキングが読んだんだよね。終わりまーす。いい夢見てください。また明日公開収録お会いする方よろしくお願いします。終わります。きなこおいて、きなこ、きなこを捕まえてから終わりたい。きなこ、こっちだ。ではおやすみなさーい。はーい、噛まないでね。痛いです。はーい、おやすみなさーい。